ま、待って、起きたよ。それは俺でも無理だ。アーランは監視室にいた。あ、あったあった。俺には黙秘権がある。牛を捕まえてるの？どうした？俺の顔に何かついてるのか？だから言わないでってば。せっかく手を貸してあげたのに。もう、え、もう会うの？え、何その言い方。疲れた。